さてと次どんなサイトを使おうかなと思っていろいろ見てたら、すごいヤバいんじゃね？ってサイトを見つけてしまった。それ P90 のデフォルトリングサイトやないか。いろんなゲームに登場するみんなのアイドル、P ちゃんのリングサイト絶対に使えないでしょう。見た目はいいんだよな。ってことで使いやすさを調査するべくタルコフの奥地で見つかった。それ死んでない？一応カスタムはこんな感じ。できる限りのことはしましたよってカスタム。問題はサイトよサイト。それではお待ちかねの試写タイム。まずはじっくりと P ちゃんを眺めましょう。ほらファンサービス中ですよ。どこの層向けよ。変態。一度怒られようか。でこれがデフォルトリングサイトの見え方です。かなアリアンバイかも。あの見える範囲が狭すぎるんですが。これ狙った敵が動いたらおしまいだな。ちなみに P ちゃんですので反動はすっごく小さい。しかも高レートだから火力は十分ってところだな。さてとこれが実戦で使えるかどうか。さあ頼むぞ P ちゃん、私に力を貸してくれ。本日も楽しくタルコフしていきますよ。はい皆さんこんにちは。前回に引き続きイベントタスクを進めていきますよ。ゆっくり霊夢です。はいマリサだぜ。グラゼロ来るの久しぶりでね。まあこんなところ用事がなかったら来ることないからな。さてとまずやることはテラグループに行ってカメラを4個設置です。今やってるのがスキアルートで、好きだと PMC キルだったね。タスクやるだけだったらカメラ設置のが簡単。じゃまずは駐車場から入っていきますかね。でこの奥に1個設置。ここで待ち焼きいるんかよ。どう対処しろと。グラゼロこれあるから嫌いなんだよね。幸先が悪いですと。まあさっさと設置タスクやって、こんなマップからおさらばしましょう。さすがにいないよね。まずは1個目設置中。横から PMC 来たら終わりやん。設置中はずっと来ないことを祈ってる。2個目設置中。PMC いなさそうな雰囲気だね。いいぞこのまま来るんじゃない。3個目は鍵部屋なので安心安心。これで4個目設置完了です。もう用事ないから帰るだけか。じゃ隣のタクシー脱出あったらそれで帰るか。ってことでテラグループビルから。はぁ、もうええて。このマップさ。クソもんなマップのカメラ設置できたので次に行きましょうか。お次はライトハウスでロケーションだけです。さっさとやりに行きましょうか。湧いた場所が外れ。この場所本当に嫌い。ライトハウスの脇場所変えてくれないかな。今回は PMC いないからいいけど、対面に湧いたら動けなくなるの本当に面倒なんだよね。はいとことこ歩いてやっとここまで来ました。ここを抜けた先の建物が目的地になります。ここで待ちいると、統計上のタルコフつまらないわ。まだか。とりあえず今のところ1発も撃たずに死んでます。せっかくコツコツと貯めていた SS190 を600発を無駄にロストしてます。購入制限あるから貯めるの時間かかるんだよね。まあでも3回とも避けようがないのがな。やばい目的の場所で足落としてるんですけど、下手に立てこもられると時間かかるので出てくるのを待ちたいと思います。今回ロケーションだけだからな。見るだけなのでさっさとやりたいんよ。 PMC 君が出て行ってくれたので1回周囲を警戒。いなさそうならさっさとタスクをやりたいと思います。おっしゃこの建物の2階へ行って、この扉を見るだけ。もうこれで用事はないね。じゃ帰りますよ。 RR 脱出です。それではあーにんにん、お次のタスクはこの扉を開けてタスクアイテムの回収です。落ちてる場所はランダムらしいな。さて頑張って探しますよ。時間がかかりましたがやっと見つけました。はい回収完了と。あとはこのまま帰宅するだけです。また RR 脱出だね。それではニンニン、お次はショアラインに行ってキスキ軍を倒せばいいらしい。マップ走ってスカブ倒してれば終わりそう。これ始まりましたわ。スカブちゃんが1匹もいないです。また始まったかその呪い。ニキータさあスカブ休憩のタスクを出すのはいいけど湧かないってのはどうなん。今スカブ湧く場所をぐるぐる走り回ってる状況です。本当にいるんかな。あれもう先客来てたんだけど。これ中にこもってたりしないよね。人わからんので警戒しながら奥に進みます。ちょっと様子を見てたのですが、これいますわ PMC なので一度不当の奥側まで走って戦いやすい場所まで移動します。相手は建物内にいる。そこまではまだ確定で分かってないんだよね。不当奥側を陣取れましたので PMC の場所を探しましょう。もうこの先にいるかもしれないからね。まずは横からチラリ。いるやんけー。ちょうど走ってる最中だったね。池へ飛び出しピーク。勝ったけど敵が全く見えないんだけど。ってことでスローとアップ画面でどんな感じかチェック。サイトから敵が見切れてるじゃないか。ここ雰囲気で撃ってるだけだな。 P90 の高レートで押し切ったな。あとは顔面ラッキー、ヘッショに入ったからラッキー。本当に PMC 戦辛いぞ今日は。思ったよりも見えないわ。ショットガンでしたか。何かのタスクやってたんかな。特にもらえそうなものはなさそうなので、再びスカブちゃん探しの旅に出ましょう。で発電所まで来たんですけど、スカブちゃんの気配なし。一応仲間で確認してきますけどね。ここもいないか。なんでスカブって探してる時いないんだろう。タルコフ七不思議の一つ。結局一人も見つけられずに出口に来てしまったので出直します。それではあーにんにん、次こそはスカブちゃん見つけられるかな。そもそもショアでスカブ見つからないってのが異常なんよ。そんなこと言われてもねー。スカブがうろうろしてる場所には寄ってるんだけどな。誰一人も見つけられずにコテージまで流れてきてしまった。このレイドもダメか。でもねここらで銃声してたんよ。もしかしたらいるかもしれねー。今足音聞いてるのですが、隣の中には付近で PMC らしき足音。もうしばらく様子見します。おや足音近くなってきたな。ちょうど塀を越えたところにいるね。ここはまだ我慢するとき。あんれなんか撃ち始めたぞ。左奥側だな。スカブでも撃ってるんか。わかんない。そろそろ行ってみるか。ってことで PMC が移動したであろうところを追いかけてます。ここじゃなくてもう一個隣のエリアだと思うんだよね。これ近いな。正面方向から足音したけど姿はなし。これ塀中じゃね。走ってるのと茂みの音、どこかにいるはず。姿がないんだけど。いやでも音はしてるんよ。見つけたー。全く見えねー。おっしゃーなんとかなったー。茂み越しだと PMC 見えねーな。おー
こりゃすげえや。なかなか通なサイトを使っていらっしゃる。防具もガチガチだったけど、へっしょ抜けたっぽいです。これはラッキー。だけどスカブちゃんがいないのよ。マジでどうなってんだよ。これまた帰宅して出直してきますよ、ニンニン。その後、キスキ兵を倒してクリアしてきました。お次はウッズでスカブキルと設置タスク。またスカブキルか。もう勘弁してほしい。本日スカブちゃんとの遭遇率が低すぎるので、設置タスクを先にやってから待ったりスカブちゃんを探します。設置は3箇所ね。二つ目設置中です。スナスカの銃声。PMC がいたんかな？うん？ちょっと待って、誰かがこちらに来る足音が、同業者の可能性あるな。まあこればかりは仕方ないので来たら蜂の巣にしましょう。まだ来ない？やっぱり来る。ガンガン足音鳴らしてるぞ。すみません、ダメです、来ないでー。このサイトでも街は強いです。まあ状況有利だしな。さて持ち物チェックさせてもらうよ。おう？MCX じゃないですか。タック30乗せてるのかいいねー。やっぱり同業者だったか。まあそうだよねー。こればかりは本当にすまん。3箇所目設置中。これが終わればスカブちゃん8人探すだけです。一応バンカー内漁っておきますか。あらフィグアが落ちてる、これは持ち帰らないと。なんか左側でコイン落ちてね。ビットコインじゃないですか。はい、一月90万いただきました。うめうめー。さてスカブちゃんなのですがいないですねー。岩上の砂しかかったぐらいだな。おっと、正面から誰か走ってくる。これ PMC やないかー。硬すぎ硬すぎー。あっぶねー、とかしきれないかと思った。今何発耐えられたよ。あぶねー、マジで危ない。今の今なんか足音したんだけど、また来た。 PMC 追加でーす。おー、 P90 のタバー。サイトの悪いところ出ちゃったね。ゴミサイトだよ。ウッズではスカブちゃん狩りで困らなくて助かった。しっかり湧いててくれるので助かる。ってことでタスクは完了。ウッと次はショアの集落で手紙を取ってこいってタスクやね。じゃあ探しに行きますか。手紙って湧いてる場所ランダム？何箇所かあって、その中からランダムって感じらしい。まああさりながらでいいか。ここにはないよね。あるわけねえだろ。てかこの天井にくっついてる椅子、いつまでこのままにしておくんだろうね。わかんない。そのうちカルト部屋になりそう。おかしい、何回探しても見つからない。見落としてるんじゃね。そう思ってまた探し直そうとしてます。あったあった、これだ。回収すれば終わりだよね。他は特になかったはず。どんどんタスクやっていかないとね。それではー、ニンニン。お次は国連軍装備で武器は M4 指定。あれ？P90 使えなくなった？これは裏でやってきます。はい、やってきました。スカブ狩りお疲れ。1レイドで終わったので助かった。次はスキアーの交換品で使うアイテムをフェンスに売ればいいみたい。面倒なので今拾ってきたルート品を全部フェンスに売って、足りない分をフリマで買ってきてから売ります。はい、これでクリア。ってあれ？タスクが消えてるんだけど。これ調べてみたんだけど、スキアースキアーと取引？したら失敗になるみたい。え？私取引してないんだが、なんかよくわからないけど失敗になりました。どうしようどうしようって調べてたら次のタスクが出てました。同じことをやればいいのですが、取引が15個から50個に増加。まあここは適当にアイテムを買って売却しておきます。でお次のタスクはスカブちゃんをキルト量産会に行くだけ。ささっとやってきますか。なんかキリが濃くね。そういや見え方調整が入ったって言ってたような。時間帯の問題なのかな。こればったり PMC と出会いそう。これまたスカブちゃんいないレイドだ。始まったか、面倒なやつが。マップをぐるぐる走り回ることになりそう。この先もスカブちゃんはキポジだけど、いそうにない。動いてる影発見撃っておこう。え？これ PMC じゃね？マジか、やって今二人倒してあと一人残ってる。大ヒー。まあ正直 PMC に用はないので無視しようかなと思ってます。それよりもスカブ倒すのが優先だな。だけどいないんだってマジで。バグってるんかってぐらい見かけないレイドが多すぎるよ。とりあえず脱出口付近まで確認してきたけど一人もいません。転がってるスカブちゃんすらいません。お？正面で銃声ってことは誰かいるんじゃね？やめろー、スカブちゃんを撃つなー。で銃声の主はどこよ？転がってる影も見当たらないねー。一応屋内も調べておきましょうか。足音一つもないな。オルガス確認していなかったので倒した PMC 付近まで戻ってきました。武器も抱えてる状況なので3人目はどこかに行ったかな。あらまあ装備はそこまでって感じだね。そこまで欲しいものは持ってなさそう。ヘルメットとヘッドセットはもらっていこう。そこからオルガス方向へと走り、タンクローリー付近まで行きますがスカブちゃんがいません。川側まで行ってようやく一人発見。やっとかよ。そこからマップ中をぐるぐる回ってあと二人。あと3分切って6人しか見つけられてないってやばいだろ。なんでスカブキルするためにフルレイドしないといけないんだよ。これでラスト一人。最後は特大サービスじゃー。やっべ当たらねー。ってことでスカブ8キルやっとできました。ニキータこの状況なんとかしろ。スカブの枠条件ってなんだろうね。ギリギリオルガス脱出できます。それではー、ニンニン。お次は3回量でタスク品の回収。これはすぐにできそうね。 PMC がいなければね。脇は赤倉庫か。できれば近場で湧いてほしかった。3回量に到着です。パッと見先客いない。あら珍しい。マークドベア開けちゃおう。その前にタスク品の回収が先です。これもランダム脇らしいよ。あったあった、これだな。タスク品回収ができたのでマークドベアへ。いいもの落ちてないかな。武器が多いな。特にいいものは落ちてないか。ちょっと待って、LEDX 落ちてるんだけど。これは当たり引いた。なんか外騒がしくね。え？
今なんでガラス割れる音した？撃たれてないよね。ちょっと荷物整理中。さて帰りますか。って思ったんだけど階段付近で足音。今ライトつけてなかった？ PMC の可能性出てきたな。これ PMC だ。見えたところをヘッショ狙いで行きます。痛すぎに。今のやれてるか？おお、くたばってるくたばってる。あの一瞬で腕と足持っていかれたわ。なるほどね、ベクタン使ってたのか。さすが高齢と怖すぎる。さて持ち物いただいていきますよ。あとは帰るだけ。それ変な人たちが寮に来る前に逃げろ。終わったー。おお、おじいちゃんはおらー。まあ無理だよね。勝てるかよ。再びタスク品回収しに来ました。もう帰る、すぐに帰ったる。へいへい、今回はタクシー脱出できる。それでは、ニンニン。では納品をして完了報告です。あれ？これで終わり？おめでとう、これでイベントタスククリアやで。おっしゃー、しっかりやりきったぞい。それではもらったホログラムニャンコ、通称ホロニャンを飾りたいと思います。ここに置いてっと。おお、ええやん、ホロニャンええやんけ。こういった飾れるアイテムのイベント定期的にやってほしいよね。こうやってコレクションが増えていくのいいなぁ。ニキータ次も楽しみにしてるでー。というわけで P90 リングサイトの総評。見た目はいいがやっぱり使いづらい。敵に動かれるとサイト外に行ってしまうので、つけるメリットはないって感じです。まあこれつけるならカスタムして別のサイト載せるよね。ド M の皆さんなら一度試して遊ぶのも面白いかも知れませんけど。はい、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録やメンバーシップ加入、高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん良いタルコフライフを。またね。